グラン東京は、東京都千代田区丸の内一丁目の東京駅、八重洲口にある、超高層ビル。43階建てのグラン東京キーのスタワーと42階建てのグラン東京サウスタワーの二棟からなる。東京駅再開発の一環として、2004年9月10日に着工、2007年11月6日にオープンした。設計は、ドイツ系アメリカ人の建築家、ヘルムート・ヤーンによる。 民間都市再生事業計画認定事業。国際観光会館の後に建設されたノースタワーには地下1階から地上13階の低層部分に大丸東京新店が出店。また地上17階から42階はオフィスで大和証券グループ本社 BNP パリバグループ日本調剤グループ等が入居している。サウスタワーは地下1階地上2階が店舗で 地下1階には、八重洲地下街と直結する商店街、グランアージュがオープンしている。また、地上5から41階はオフィスで、リクルート、BMW ジャパン等が入居している。当ビル竣工後、鉄道会館ビルを取り壊し、通気工事として、ノースタワー低層部の増築とノースタワーと、サウスタワーの間に4階建ての歩行者デッキ、グランルーフの建設が行われた。なお、 ツインタワーの間のビル跡地部分には新たな高層建築物を設けず吹き抜け状態とすることで丸の内側に風の通り道を確保しヒートアイランド現象の抑制を促す効果が期待されている。正面から2007年11月6日のグラン東京オープンに合わせてノースタワー地下1階から13階に開店。開店当時の店舗面積は3万4千。 平方メートル。開店当時のキャッチフレーズは、世界都市東京の玄関口にふさわしい、大人の百貨店。建設途中は14階までに入居する計画があった。その後、2010年に増床工事が行われ、9月14日に、東急ハンズが、出店、10月5日に、地下3階駐車場が増床した。ただし、地下2階駐車場とは2018年現在、 連絡していない。また、13階レストランには、ゼックスグループのレストラン、ゼックス東京が出店している。現在は、ヤイスインベストメント特定目的会社が、当該区分所有部分を所有、固定資産の譲渡に関する、お知らせ新日本籍輸入スリリース2代目の店舗の開業日。初代は1954年開業。 2007年10月31日、閉店。生まれ変わる東京駅や S 口鹿島建設。大丸東京店が増床で面積を1.4倍に、拡大。10月5日、グランドオープンマイナス在京新聞。2012年6月20日、東急ハンズ東京店2012年9月14日オープン。大丸東京増床部8.910階に、東急ハンズニュースリリース。 2012年7月19日、ありがとうございます。